皆さんこんにちは、アキクックです。今日皆さんにご紹介するお魚は、はい、またすごいお魚が登場します。なんとこちらです。じゃんじゃーん、キラ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 ー、シマアオダイと言います。アオダイとの見分けがすごいつきづらいと思うんですね。見ての通りここにシマがありますよね。これがシマアオダイです。あ、すごい単純なネーミングなんですね。アオダイよりもシマアオダイの方がこう体高が厚いと言われてます、まあ、そういったことからシマアオダイはアオダイよりも究極にレアで、なおかつすごい美味しいと言われてるお魚なんです。わ、はい、かりやすいですよ、説明。まあ、はいはい、自分で言わない方がいいですよ。それは周りが評価しますからね、はい、ではね、こちらを今日は、焼き物と秋の味覚のソースとカルパッチョとお寿司にしていきたいと思います。それでは行ってみよう。お魚って、はい、月の予算っていくらぐらいでやられてるんですか？またお金の話？大丈夫です。魚ってね、ほんと時価なんですよ、いいお魚って。はい、ではさばいていきましょう。おい、はい、綺麗ですね、この鱗。めちゃくちゃ綺麗。あの鱗というか体表がね、体表がすごい綺麗ですね、というかこの尾っぽ素敵ですね、ちょっとスーパーサイズ、ね、見てください、このすごい綺麗でしょう、ね、なんかシブダイとも違う、サワラっぽい、なんか透き通るような身の感じがちょっと珍しいかも。なんかさっぱりしてそうな白身ですね、うん、そう、シブダイはもうギトギトな脂じゃないですか。さっぱりしてるのに旨味がすごいあるっていう感じの、うん、なかなかね、私は好きなタイプのお魚なんですよ、はい、ラッパ飲みですか、うん、あ、クサでちょっと顔に似合わずワイルドですね。このサイズってもうラッパ飲みしろって言ってるようなもんでしょ。ワイルドですよね。ワイルドですよ。ワイルドだぜって言ってほしかったんですけど。ああ、それそうですよね、うん、勢い余って僕のお腹を切腹しないと、ね、結構この撮影怖いんですよ。でも切腹してる時は自分の手も切ってると思う、はい、めちゃくちゃ綺麗ですね。やっぱさばくの少しずつ上手くなりましたね。少しずつですか。うん、さばく量が足りないんでしょうね、魚屋さんに比べると、うん、もっと買いたいですね。からお決まりの断面章です。なんかもちもちとしてそうな感じ、ね、まあそうですね、確かに。イチジクですか。こうすっごい綺麗でしょ。おー、綺麗。ちょっと匂ってみてください。草みたいな匂いするんですけど公園に生えている草の匂いがします、僕に言うと。うん、美味しい。例えるならば味はどうですか。例えるものがないのがイチジクなんですよ。どうやどうや、ちょっと食べてみて。で、今これ何作ってるんですか。これはソースなんですけど、
でここで本当は蜂蜜を入れたいんですが、蜂蜜を切らしているのでお砂糖を入れますね。でね、これを火にかけていくんですけれども、赤ワインを、まあ、一回しします。相変わらずこれを煮詰めていくだけ。今日も相変わらず真似するのが難しい動画になってますけど大丈夫ですか？真似できるでしょ、余裕で。いや、今の分量難しいでしょ。お砂糖をで、醤油を、まあ、いちじく糖度がなくて味がないですからね。糖度ありますよ。何の音？なんかいます？小人かなんか。アリエッティ、アリエッティいますかね。いるかもしれない。あ、濃い紫みたいな感じになるんですよ。これって何にかけるソースでしたっけ？焼き物です。焼き物にかけちゃうんですね、これをね。いや、なんかこんなにいい素材じゃないですか。はい、そのまま焼いて醤油ちょっとかけて食べたいですよね、本当はね。それでもいいですよ、皆さんそうしましょうか。いい魚はね、余計なことしなくていいんです。じゃあお魚キッチン成り立たんでしょうが。何もしない魚とお魚キッチンの料理を僕がちょっと食べ比べるってどうですか？めっちゃ美味しいんだけど。もう全然聞いてないですね。あ、これはもうイチジクの美味しさを最大限に生かしてる、このソース。自信がある方ですね。ナスさん、ちょっとだけ味見してもらっていいですか？はっきり言いますよ、やけどしないように。ドルチェ、なんかバニラアイスにかけて食べても美味しいかも。あ、絶対美味しいと思う。うん、これすごい美味しいですね。あ、なんかちょっとムカつくかも。最高級フレンチって最後ちょっとあったかい、そんなドルチェで出てきそうなソースね、これ。確かに。アホダイよりもアイスクリームにかけた方がうまいですよ、こいつ。確かに。冷蔵庫の中身多いっすね。あ、なんかこのソースって、はい、あのロブションとかちょっとカンデサンスとか出てきそうじゃないですか。カンテサンスって何ですか？いや、フレンチの三つ星ですよ。出た出た、三つ星。アイスにあったかいソースかけてきやがった的なね。なんかそんな感じしますわ。俺もうフレンチの行動知ってますみたいな感じの言い方でした。ああ、カンテサンスとかロブションとかっていう感じですよね。知ってます？カンテサンス、ロブション。知らないっす。そんな人います？あ、出た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 、高級志向。こんな魚買っといて誰が言うねんっていうね。特にこの前の渋谷なんて、あれでロブションとかカンテサンスのフルコース食えますね。あ、俺値段も知ってます。カンテサンスとかロブションの値段も知ってます。これぐらいで食べれますみたいな感じでしたよね、今。ちょっとね、後で話そう。連れてってくださいよ、そしたら。え、僕と行ってくれるんですか？いいですよ。なんか嫌そうじゃないですか。腹立つわ。絶対連れてかねえ。じゃあ次はね、しば漬けのカルパッチョのソースを作ります。なんでしば漬けですか？しば漬けのカルパッチョがめちゃくちゃ美味しいんです。なんで？あのね、しば漬けがすごいお魚に合うんです。なんで？なんで？食べてみたらわかるから。理由を求めない。例えば酸味がね、とかね。五感で感じましょう。あ、クックさんの説明は多分第六感じゃないと感じられないですよ。シックスセンスですよ。こんな感じですごい綺麗な色のソースが出来上がったんです。そんなに綺麗じゃないですけど、なんかユッケみたいですね。あ、すいません。ユッケ、すごいいい匂いがします。でしょう。島尾鯛は若狭地といって、若狭焼きがすごい美味しいんですけど、この若狭地を皮目に塗って炙って刺身で食べていきます。ミステロ感すごいっしょ。美味しそう。うわー、めっちゃいい匂いです。めっちゃいい匂いします。最高ですね。めちゃくちゃ美味しそう。あー、いい匂い。出た出た。平作りにしていきますね。うなぎ以上ですよ、この香ばしさは。ね、
見てください、この断面。おー、綺麗っしょ。アキクックさんの結婚観ってどんな感じですか？結婚観、うん、女性を主役にしてくれる男性。なるほどね、はい、ザ主役みたいな女ですもんね君はもう脇役にされた時点で無理ですよね。無理だと。あ、もう全速力で走りかけていくでしょう。あの支えるとかも、うん、支えてって思うでしょうね。めちゃくちゃいいよ。皮目からやっていきます。皮が重なってますけど、これでいいですか？これ三つ星取れんね。これはうまいですね。出来上がりましたよ。うわ、綺麗な身ですね。こういうものを作り上げる人っていうのは男も女関係なくやっぱ突き詰めてますよね、うん、やっぱ気が強いですよ。いい意味でも悪い意味でもね。悪い意味あるんですか？ないです、うん、なるほどね。なんすかこの五平餅に塗る味噌のような一軸でしょう。ああそうかはい、やっぱソースを盛り付けるセンスがないわ。はい、ではね、できました。この料理名は、これは島青大盛りですなるほどね、素晴らしい、うん、でこっちは寿司です。はい、はい、普通のあれでした、はい、どうぞじゃあね、いただきます。お寿司から食べていきます。いただきます。うん、ドルチョ。うん次カルパッチョいってみます。しば漬けソース、うん、炙りです。素直な感想で、私は刺身より炙りが好き。とりあえずね、今回の料理は大成功。シンプルなんですけど全部めちゃくちゃ美味しい。やっぱね、いい魚いい素材っていうのはシンプルイズベスト、うん、やっぱり美味しい。今日もご覧くださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあまた来週お会いしましょう。それではまたねー。